WWF ジャパンプレゼンツ、地球をもっと好きになる1時間、ワンプラネットライフスタイル、スタートです。担当パーソナリティは鈴木美穂です。そして1ヶ月ぶりになりますが、メディアグループ長の山本です。はい、はい、WWF の野生生物取引監視部門トラフィックの浅川陽子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、なんか今日は日本でちょうどお盆の時期で、8月17日からスイスのジュネーブで開催される生き物たちの国際取引について話し合われる国際会議、第18回ワシントン条約国会議、ね、はい、を開催を前に、生き物たちを守るルールについて WWF の野生生物取引監視部門トラフィックの浅川さんにお話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。この番組今日で、ね、7回目ですので、はい、番組の趣旨についてちょっとお伝えいたします。水、森や海の資源、食料やエネルギー、私たちの暮らしは地球からのさまざまな恵みによって支えられています。そして今、人類による地球の使いすぎによって自然環境が悪化しています。このまま使いすぎの暮らしを続けていけば、2030年にはもう一個の地球が必要になると言われています。当番組では、地球に暮らす生き物たちみんながより良い暮らしをしていくためのヒントをリスナーの皆さんと一緒に考えていきたいと思います、ね、ということで、今日のテーマについて山本さんからお願いします。はい、今日もツイッターで、少し告知させていただいてるんですけれども、はい、今日は生き物たちを守るいろいろなルールをテーマにお話をしていきたいなと思っています、うん、もう今夏休みに入られて、ね、はい、きっと動物園とか水族館、うん、あと動物と触れ合えるカフェなんてのも最近増えてきてます ね、 そうですね。あとペットショップとかで、うん、もしかしたらいろいろな動物を目にされる方も、うん、増えてるかなと思います。はい、ただその反面、うん、ニュースとかでは野生生物が、うん、ちょっ と密猟とか密輸とかそういった形で取引されているというようなニュースも最近、ね、聞いています。先日もご紹介させていただきました、はい、シンガポールでの象牙の押収の話だったりとか、そうですね、ベトナムでサイの角とか、うん、あとは仙山湖の密輸などのニュースもありました、うん、はい、でこういった状況結構深刻になってきています、うん、で海外に、こうやって聞くと海外だけの問題っていう風に聞こえがちなんですけれども、はい、実は日本に生息する生き物も、うん、逆に持ち出されてしまったりとか、うん、そういったこともありますので、そのあたりも今日少しお話しさせていただきたいなと思います。はい、お願いいたします。さて今日は浅川さん初めてご出演なんですけれども、はい、初めてご出演された方には皆さんお伺いしてます。 WWF ジャパンに入られたきっかけなんですが、お聞かせください。はい、私はもともと地方公務員として役所で人事の仕事をしていたんですね、はい、ただ昔からその自然を守りたいとか、うん、野生動物を守りたいという思いはありまして、はい、ただそういった仕事に恵まれるチャンスっていうのも限られているとは分かっていましたし、うんうん、実際にその自然保護活動というと現場で植林とか、うん、あるいはまあ個体の生息数調査をするとか、うんうん、そういったイメージが強かったので、はい、まあ、自分にはそういった経験がなかったので、うん、まあ、そういった分野を勉強されてきたわけではなかったんですね、はい、そうです、はい、うん、やはりそういう仕事に就くのは難しいかなと思っていました。ですからまあ一会員として WWF の活動を見ていたんですけれども、うん、その活動を見ていく中で、うん、環境とか自然を守る法律とか国際的な取り決めに携わる、うんうん、
活動があるということを知りまして、うん、私のその経験、大学で法律を勉強していたこともあるので、うん、そういったところを活かせるかなと思いまして試験にチャレンジいたしました。そうですか、はい、ということは法学部。はい、そうです。かっこいいねまだまだ勉強が足りなくて。そうですか、はい、でも本当は法律でお仕事しようと思われたんですよね。そうですね、法律行かせたらいいなとは思っていたんですけれども、それがまさにその環境とか野生動物を守る活動につなげられたら本当に私としては幸せだなと思っていました。じゃあぴったりですね今ね。はい、ね、そうですか、もう法律しっかりねお願いします。はい、はい、ではここでリスナーの皆様にお知らせなんですけれども、この番組では広くリスナーの皆様に普段環境のこと、そして野生動物のことなどで気になっていることを募集したいと思います。そして次週のテーマ、今からお伝えしますね。次週のテーマは今週と同じ、生き物たちを守るいろいろなルールということで、次週も同じテーマで参ります。ということで、いろんな意見をね、お寄せいただきたいと思います。疑問に思ってることとかね、いろいろとあったら、どしどしメッセージをください。お待ちしております。SNS、Twitter の方はですね、WWF Japan のオフィシャルアカウントをフォローしていただき、ハッシュタグ、FM 東久留米、そして、ハッシュタグ、ワンプラネット、FM 東久留米は、FM は大文字でアルファベット、東久留米はひらがなです。そして、ワンプラネットはカタカナになりますのでね、こちらをつけてぜひご投稿をお願いいたします。またメールの方はこちらのメールアドレスまでお送りください。数字で854@fm-hinashikurume.com、 数字で854@すべて、あとは小文字になります。FM-東の市は SHI です。 SI ではなく SHI、 東久留米 KURUME.COM.COM になります、ね、こちらにいろいろとお寄せいただいて、またいろいろとお答えできることをどんどんお答えしていきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。ではここで一旦ブレイクです。
ワンプラネットライフスタイル WWF ジャパンの提供でお送りしております。さあ今週のニュースに行きましょうか。今週はどんなニュースが入ってますか。はい、今週は2つ、はい、お話しさせていただこうかなと思っております。はいはい、で1つ目が、シンガポールで象牙販売全面禁止を2021年からというニュースを、はい、昨日ですね、はい、あの報道で入ってきております。はい、はい、実は昨日8月12日は世界象の日ですね。うん、そうですね、うん、なのでちょっともしかしたらあのいろんなところで世界象の日に関連する発信っていうのもご覧になっている方もいらっしゃるかなと思いますが、うん、あのこの日に合わせましてシンガポールが2021年の9月からシンガポール国内での象牙販売を全面的に禁止すると発表をしています。そうですか。はい、うん、でシンガポールは野生生物の違法取引のハブとなっているところで、今年だけでもその9トンの象牙と37トンを超える仙山鉱の鱗が押収されているそうなんですね。そうですか。すごい量ですよこれ。はい、なんか37トンって全然、ね、想像がつかないですね。だって仙山鉱って小さい生き物ですよ、はい、ね、それで37トンってどんだけ何匹分、うんね、想像したくないですね。やだ。はい、なんかシンガポール以外にも実はこれまでその象牙の国内での取引を規制する禁止している国っていうのはありまして、はい、中国とか香港、うん、台湾、はい、イギリス、うん、まあ、そういった国々が実際に禁止を表明し、うん、実施に移しているんですね。はい、はい、なのでただしそのまあ一方で日本っていうのも、うん、ね、まだまだその国内の市場っていうのは閉鎖されておらず、ね、そのトラフィックからの調査でもその海外にその日本で日本の国内で取引されたものが、うん、違法輸出されているという問題は実は指摘しているんですね。はい、なので私たちもその政府にはぜひその政策の見直しっていうのを検討してほしいなと思っています。はい、で、まあ、こういった問題っていうのを今度17日から開幕するワシントン条約の会議でも、うん、もしかしたらその日本に対してその批判が向けられるかもしれないので、そのあたりも会議に実際にこちらからスタッフの方を派遣いたしまして、現地での様子っていうのを報告してもらおうかなと思っております。そうですか。はい、ね、早く日本でももう一歩進んでほしいですね。そうですね。はい、はい、じゃあ続いて、はい、2つ目が今度は温暖化の話になります。はい、2050年の予測にはなるんですけれども、穀物が最大で 23% 値上げもというような、はい、穀物っていうことはお米とか麦とか、ね、まあ、主食になるようなものだとは思います。あら大変。はい、先週ですね IPCC という、まあ、日本語で言うと気候変動に関する政府間パネルと呼ばれるものなんですけれども、まあ、科学者たちが地球温暖化に関する最新研究をまとめて議論する会議というのが開かれていました。はい、で、そちらの報告で今後その温室効果ガスの排出削減というのが今後十分に進まなかった場合、うん、はい、気候変動により世界的な食料の供給網の安定性が失われてしまいまして、2050年の穀物価格は最大で 23% 上がる可能性があると発表しています。なるほど、はい、気候変動によってということか。そうですね。そっか、はい、だって日本の気候がもうそもそも東京だっておかしいですもんね。ね、車に乗ってて温度計見ると40度とか。そうですね、ね、なんか私たちが子供の頃とは、うん、まあ、体感的にも全然違ってきてるなっていうのは分かりますね。山本さんの子供の頃と、はい、私が子供の頃とは全然違うんですよ。はい、はい、もうね30度を超えるっていうとわーって。あ、でもそうでしたよ私も。あ、本当ですか。はい、30度を超えたら冷房を入れようって思ってたくらいだったので、ね、でそれがまあ多分か数えるほどっていうか、そう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 、超えない日もあったっていうことですからね、うん、そういうことですよね。
えらいこっちゃ。そうなんですよ。このまんまやっぱり何も対策も講じなければ、うん、21世紀末の日本はその年平均気温で 4.5 度上昇すると予測されているんですね。 4.5 度。そう、まあ、イメージしてみると東京が、うん、まあ、屋久島に南の方の島ですね、屋久島近い気候になるっていう感じです。うわ、まあ、湿度もすごいですしね。そうですね、なんかちょっとそれを想像してみると屋久島って東京とはやっぱり生きている生き物も違いますし、全く違いますよね、植物っていうのも違いますよね。違う違う違う、天気っていうのは雨ももしかしたら多いと思いますし、うん、 そうですね、そういった気温も高いですし、気候も大きく変わるっていうことが、うん、まあ、簡単にイメージつくかなと思います。屋久島って言ったら屋久杉がある屋久島ですもんね。そうですね、素晴らしいところですね。いやいや、それだけ見ると素晴らしいけど、うん、この東京がそうなっちゃうと大変。そうなんですよ ね、なんかそうなってくるとやっぱりその食生活が変わってしまうかもしれない、取れるものも変わってしまうかもしれないっていうのはなんとなくイメージできるかなと思います。なんか今のそのバランスの良い食生活っていうのは、おそらく炭水化物これぐらいとか、タンパク質これぐらい、ビタミンこれぐらい、お野菜これぐらい取ろうみたいな、そういった栄養価での基準になっていると思うんですけれども、もしかしたらその将来っていうのはそのどの程度その温暖化に適応しているのかとか、そういう指標でのバランスっていう風になってしまうかもしれないのかなっていうのは、なんとなくちょっと頭の隅で思ったりもしました。そうですか。今この東久留米って割と農作物がね、まだまだ畑の面積が多い町なので、夏野菜が、ね、はい、あちこちで作られて、ね、路地で売られたりするんですけど、はい、そういうものができなくなってくるかもしれないですよね。そうですね、同じものが育つ環境ではなくなってくるかもしれないです ね。ちなみにこの屋久島あたりでは何が取れるんだろう。屋久島どうでしょうね。行ったことあります？まあ、屋久島はないんですけれども、もうちょっと南の 石垣島とか、あ、じゃあ沖縄の、ああいう島だと、はい、どんな野菜、ゴヤ、サトウキビとか、サトウキビ、まあ、皆さん想像つかないあんまり私もその辺 の農産業に詳しくはないんですが、そうか、うん、沖縄諸島、そうですね、パッションフルーツとかそんなものがこの辺でもしかしたら栽培できちゃったりする時代が来ちゃったりして、ね、いや来ないと、いや来ないといいんですけどね、うん、本当です ね、うん、あ、そうですか。うわうわ、これまた偉いことだなね、本当に気候変動がこれ以上ひどくならないように本当に一人一人気をつけていかないといけませんよ ね。できることから、できることからまずはね、はい、身近なことからいきましょう。はい、はい、ではここでまたブレイク入れましょうか。
ット・ライフスタイル WWF ジャパン提供でお送りしております。さあ、ここからはいよいよメインテーマに入らせていただきたいんですが、今日ね、浅川さん初めてご出演になるんですが、はい、私最初にね、はい、お聞きするの忘れちゃった。野生生物取引監視部門トラフィックって、このトラフィックって何ですか？はい、非常に分かりにくいと思うんですけれども、トラフィックは野生動植物の国際取引に注目をしている部門になります。私たち人間は、はい、野生動植物を食品とか薬、うん、あとは装飾品、うん、はい、さらにペットとかで利用していますよね、はい、時にその利用が過剰になってしまって、うん、その原材料となっている種を絶滅の危機に追いやってしまうことがあるんですけれども、うん、なるほどね、はい、先ほどそのニュースであったアフリカゾウとか、うん、あと仙山コウもその例ですよね、うん、でそうならないようにワシントン条約という国際条約で国際取引、うん、つまり輸出通入を規制して、うんうん、取引が野生生物 その存続に影響を与えないようにすることになっています、はい、うん、守ってあげないとね、はい、で私たちトラフィックは、うん、その国際条約通りに取引がきちんと行われているかどうか、あとは日本の法律がその条約にきちんとのっとって整備されているかどうかっていうところを、市場調査をして分析し、最後に、まあ、政府の方とか法律を作るような国会議員の方に、情報共有して、課題を提示するということをやっています。なるほど、その現在の法律のいろいろ精査していく感じですかね、はい、そうですね。へえ、大変なお仕事ですよ。はい、ね、本当に大変な仕事です、ね、すごい責任重大、はい、ね、やはり法律は社会のルールになりますし、 ですよね、すごく大きな影響力を持つものなの で私たちも本当に慎重にやっています、ね、はい、そうですか、はい。そしてこの今日のメインテーマですが、生き物たちを守るいろいろなルールということで、はい、この一つ目は、一つ目はワシントン条約ですね、はい、うん、はいはい、ワシントン条約って CITES って言うんですか、はい、これは、英語で表記した時の略称に、うん、頭文字を取って略称にしたものなんですけれども、CITES と呼ばれています。 CITES、はい、いやでも不思議なのがどこにも W が入んないですね。ワシントンの W が入らない、はいはい、不思議ですよね。素人はこういうところに疑問を持つんですよ。ワシントン条約は、1973年にアメリカのワシントンで採択されたんですね。なので日本ではワシントン条約と呼ばれているんですけれども、正式名称はちょっと長くて、はい、絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約と言います、うんうん、なるほど、はい、難しい、はい、非常に難しいんですけれどもそれを英語にするともっと分かんないからいいです、はいまあ、内容は条約名にあるように、その国際取引、はい、国と国と そのやり取り取引を規制して野生生物の過剰な利用を防ぐということを目的にしています。日本ってどうだろう、守られてるんですかね。そうですね、はい、日本はまあ、まだ足りないところもあるかとは思うんですけれども、うん、はい、締約国、この条約に加盟している国は、うん、なるべくその国際条約にのっとった、うん、法律の整備をしなければならないというふうになっているので、しっかり努力していると思います。なるほど、はい、じゃあ2つ目参りましょうか、はい、ペットの話、はい、うん、分かりました。これは何？そうですね、カワウソの話？カワウソの話ですね。そうですね、はい、ワシントン条約にも関係してくるんですけれども、うん、日本はたくさんの爬虫類とか両生類っていう動物を輸入してるんですね。先ほどおっしゃったコツメカワウソもその例にあるんですけれども、ね、はい、こういった動物の中にはやはりその絶滅の恐れがあるというふうに言われていて、すでに国際取引の規制に
なっているものもあります。うーん、でカワウソも実は絶滅の恐れがあるということで、輸入する場合には、適切な手続きを踏まなければいけないんですけれども、もちろん、この手続きを怠る人、あるいはその手続きをしてもその輸入の許可が下りない場合があるので、密輸をしてしまうというケースがありまして、2018年も6月と10月に、コツメカワウソが密輸されるという事件がありました。そうですよね。いやこれブームになってますけど、まあ、誰かが仕掛けたんだと思うんですけど、可愛いから、カワウソって普通の家庭で飼えるもんなんですか？そうですね、非常に難しいと思います。本当は難しいはずなんですよ、ね、そうなんですよ。そもそもコツメカワウソって、見かけはすごい可愛いんですけれども、やっぱり強い顎を持ってますし、そうですよね、あとはエビとかカニ、硬い甲殻類を砕いて食べるという習性もあるので、鋭い牙も持ってるんですね、ですからそういったものをペットで飼うっていうのは非常に難しいですし、適切ではないですよね、あとはやはり群れで暮らす動物なので、日本の、まあ、マンションとかで住宅で狭い檻で飼育するっていうのは、コツメカワウソにとっても決して、恵まれた環境ではないと思います。そう思います。本当そう思う。いやこのエキゾチックペットね、まあ、人気ありますけど、ね、やっぱり日本でなんでこんな人気なんですかね。やっぱりマスメディアの影響っていうのは非常に大きいようでして、2007年頃から、コツメカワウソが、まあ、有名人と一緒に旅をするとか、そういった映像がバラエティ番組とかで取り上げられるようになったんですね。そういうことね、なるほど。あとは SNS などでもやはりその可愛い映像っていうのを流す人も多くて、そういったテレビとか SNS への影響を受けて飼育を決めた人っていうのも私たちの調査では確認されています。そうなんですね、でも本当に難しいですよね。もう一旦日本に入ってしまったら、見えないですもんね、動きが。そうですね、見えにくい、ね、まあ、中には、まあ、基本的にコツメカワウソが日本では特に人気が高いというふうに言われているんですけれども、そもそも東南アジアに生息する生き物なので、日本に来たものは、まあ、東南アジアから輸入されたもの、もしくは国内で繁殖されたものと言われています。ただ消費者である私たちはそれが、まあ、東南アジアから来たものなのか国内繁殖されたものか確かめることっていうのは実はできないんですね。実際ペットショップ側にもそれを証明する義務はなく、義務がない、そうなんですね。法律上問題がないっていうのもありますし、実際にそういった出どころを表示していない事業者が非常に多いと、なるほど、というのも問題になっています。そうか。あと私ね、すごく大問題だなと思うのはね、日本人ってね、秋っぽいとこあるんですよね。 ありますね。ペットブームっていうとすごく気になるのがやっぱりワンちゃんとか猫ちゃんとか、一つのね、犬だったら犬種とかブームになって、うわーっと街に増えたと思うと、パタッと違うブームが来ちゃったりすると捨てられてしまったりね。そうですね。だこういったカワウソとか、まあ、もちろんエキゾチックアニマルなんかはどっかに話しに行っちゃったりね、そういうことがね、怖いですね。そうですね、実際にもうその引き取り手を探しているというような情報も入ってきたりしてまして、そうですよね。でまた過去にもアライグマって、これもテレビ番組で人気がついた動物ですけれども、アライグマがペットとして人気を集めて、たくさん飼われたんですけれども、やはりそのペットとして向かない動物なので、結構きついんですよね。放たれてしまってそうそうそう、今は特定外来生物に指定されてしまったという悲しい歴史もありまして、カワウソもそうならないとは言い切れないので。そうですよね、そもそもその日本に住んでいた在来種に影響を与える可能性とか、あるいは病気を蔓延させてしまうっていうような危険性もあると思っています。いやこの両生類とか爬虫類の取引ってね、国内にもともといる
日本の在来種が海外に持ってかれちゃってるっていうこともあるんですよね。はい、実は今それで注目を集めているのが、うん、奄美諸島とか沖縄諸島に生息するトカゲモドキ、トカゲモドキとイボイモリ、イボイモリ、はい、はあ、好きな人はねたまらないんでしょうけどね、はい、こういった種も海外で取引が活発にされていまして、今回この17日から開幕するワシントン条約の締約国会議でもこれらの種が議題に上がっています。そうですか、はい、やっぱりね野生動物はその適切な場所にいるのが一番幸せだと思うんですよね。そうですね、本来のね、はい、さあここでメッセージを頂戴しましたのでお読みしますね。はい、はい、ラジオネームクルメガスキーさん、いつもありがとうございます。美穂さん、 WWF の皆さん、こんにちは。こんにちは。先ほど5時台に出演していた6000公演前直売所のものです。先ほどいらっしゃいました大きい方がいらっしゃった、はいはい、ビニールハウスなどの施設を使わず露地栽培にこだわって野菜を生産しています。そうですね、つい先ほども気候が読めずに作物の出来が安定しないと話していたところでした。そうなんですね、数年前沖縄の野菜が東京で育つか実験したことがあります、うん、これがまた実際に育ちます。へー、あらららら、むしろ沖縄より土壌の質がいいのでよく育ったくらいですということですよ。かといって冬はしっかり寒いので冬を越す多年草は霜で枯れてしまいます。完全に南方の植物にシフトすることは難しいのかなと思います。また春と秋が短くなっているような気がします。いやこれ本当にそう、一瞬ですね春と秋はね。で今後は夏冬に絞って野菜を生産していかないといけなくなるかもしれませんね、ということです。本当に東京の春と秋はね短い、あっという間。あのね、あのハイネックを着たと思ったら次はノースリーブみたいなね本当に極端なんですよね。クルメガスキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にそう思いますよ。やっぱりそうなんだ、沖縄の植物育つんだ現場の声でした、でしたねねえ、はい、ということでここで一旦ブレイクいきましょうか。
ラネットライフスタイル。この番組は WWF ジャパンの提供でお送りしております。先ほどね、日本の在来種の話が出ましたけど、はい、この南西諸島の動物に関してもう少し詳しく教えてもらってもいいですか。はい、うん、南西諸島にはトカゲモドキとイボイモリ、うんという動物が生息していて、はいはい、それぞれの島やこの地域固有の生き物でこの南西諸島だけでしか見ることができないんですね。で先ほどもお話したんですけれども、はい、こういった種は非常に海外でペットとして人気が高くって活発に取引がされています。このイボイモリって、はい、ご存じない方は全然興味ない人はねご存じないと思うんですけど、あのね可愛くないんですよね。一見するとね実は可愛くないの。あのねでもね例えるとゴジラなのね。はい、そう言われます。ゴツゴツしてるゴジラみたいな、はい、黒っぽくて皮膚に突起があって、うん、ザラザラした感じ、ザラザラした感じ。ただ目はつぶらで、あー確かに、はい、本当だ。そうか、このトカゲモドキはね、ヒョウモントカゲモドキとかってもう本当に可愛くって、あ嫌いな人はダメだねねえ、いやこれはでどうですか。はい、うん、このトカゲモドキとかイボイモリってやはりどこの国でもペットとして今人気なんですね。そうですか。でそれがまあ絶滅の危機に追いやっているというふうな懸念があって、今度の締約国会議ではその国際取引をかけようという動きが実はあります、はいはい、ただ日本の種については除くというふうな例外で、うん、なんで除く議論がされることになっておりまして、ただもしそうなってしまうと、はい、万が一この中国とか、はい、ベトナムに生息するトカゲモドキやイボイモリが規制かかってしまうと、はい、逆に日本の種だけが規制がかからないので、うん、人気が高まってしまって、ね、よりいなくなっちゃいますよ、はい、取引が活発になってしまうんじゃないかというふうな懸念もされているので、うん、ね、私たち WWF トラフィックでは日本政府に対して、はい、この日本の種についてもきちんと国際規制をかけるように働きかけをしています、はい、そうですよね、はい、日本を除かないでください、はい、ぜひね日本も入れてください、はい、ということでね、はい、そうですか、はい、わかりました。いや、いやだな、このみんないなくなっちゃったら寂しいなそうですね、本当にここだけにしか見られない希少な動物なの で、 そうです、はい、うん、きっとその土地が土壌が合ってるからいるんですもんね。はい、そうだそうだ、はい、ではここからはお知らせということで山本さんからお願いします。はい、今日もいくつか、ウェブサイトで公開させていただいた記事とかご案内させていただこうと思います、はい、で、まず一つ目がすみません、私が今日書いたブログになるんですけれども、うん、はいはい、海の幽霊〇〇という、海の幽霊〇〇、はい、何ですかそれは、ブログを書かせていただきました。はい、はい、全然肝試しとかそういう話じゃないんだないんですけれども、はい、またちょっと旅行に島に伊豆大島の方に行ってまいりまして、はい、あとそこでお世話になったガイドさんから聞いたお話になりまして、はい、まあ、最近海洋プラスチックごみとかいろいろ話題になっていると思いますけれども、ねうん、海の中には流出したり廃棄されたりとか投棄された漁網とか針などの漁具っていうのも漂流してたりするんですよね、はい、でそれがまあ漂流していく中で意図せず長期間にわたって漂流していって、うん、でそこに生き物たちが絡まるっていう、うん、まあ、そういう絡まって危害を与えているっていうのがありまして、うん、これを日本語で幽霊漁業と言います。英語だと、まあ、ゴーストフィッシング、ゴーストフィッシングとなるわけですね。ちょっと名前が怖いですよね。誰もこう取ろうとしてるわけじゃないのにかかってしまう、かかってしまうっていうので、今回ちょっと伊豆大島で、はい、このゴーストフィッシングの被害に遭った2匹のアオウミガメのお話を聞きました。やだ、かわいそう、はい、うん、で漁網はもうなんかぐるぐるに絡まっちゃっていて、うん、2、3メートルぐらいの塊になっていたように見えたんですけれども、うん、そこに2匹のアオウミガメがかかっていて、うん、現地のガイドさんたちが救出したんですね。その2匹無事に救出はできたらしいんですけれども、うん、ちょっと1匹がやっぱりその絡まって漂っている中で、うん、ちょっと怪我を負ってしまったというようなことを
聞きました。そうですか。それたまたま見たんですか。なんかレジャーで来ていた方が見つけて連絡をしてくれたみたいなんですよね。そうなんだ、はい、でレスキューに行ったという話だったんですけれども、で、まあ、もちろんそういったあの動物がかかってしまうこともとっても悲しいことなんですけれども、でその後実際にその上がってきた漂流していた漁網を、まあ、処理する現場っていうのもそうです、ね、ちょっと見させていただきまして、はい、まあ、漁網ってお魚取るものですから、いろいろものは絡まりやすいようにできていると思うんですね。あ、そうですよね。で漂流していく中でそういったまあ生き物も絡まってしまうこともあるでしょうし、うん、はい、逆にそのまたゴミですよね。ゴミか、はい、ペットボトルだったりとか櫛だったりとか空き瓶とかなんかすごいレーダーみたいのも引っかかってました、ね、レーダーなんかまだ使えそうでしたけど、あららららら、まあまあいろんなものがやっぱり引っかかっていて、うん、なるほどね、はい、なんか動物だけじゃないっていうのを目の当たりにしました。でまたそれを処分するわけ、まあ、廃棄するわけなんですけれども、はい、その時もやっぱりちゃんと、ね、皆さんもゴミの分別っていうのを普段されているように、はいはいはい、おそらくそこでも分別が必要になるんですよね。そうですね、漁網とその引っかかってきたものだったりとか、うん、それをまあ分別されている業者の方がいて、暑いビーチのところでやっていた作業、うん、本当に大変そうでした。あ、そうですか、うん、いや確かに分別しないと今ねまずいですもんね、うん、あ、そうなんだ、何時間もかかりそう。そうなんですよ ね、 ですよね。本当に動物たちが命を落とすだけの問題ではないなというのを、そうですね、はい、実際見て、はい、感じましたね。なるほどね、はい、なのでちょっと記事にしました、それを。そうですか、はい、ありがとうございます、はい、詳しくはブログの方読んでいただければと思います。そうですね、はい、であと、2つですね、はい、はい、WWF ジャパンの、グッズを売っているパンダショップ、うん、で今クリアランスセールをやっています。お、セールしてますか。はい、うん、で T シャツとか、うん、ちょっと夏のものかな、なるほど、もうそろそろ今度秋冬になっていくので、うんうん、そういったものを売っていますので、クリア、いや、ちょっと安くなっているので、そうですか、はい、ぜひご覧になっていただければなと思います。はい、はい、でこれちょっと前もご案内したかなと思うんですけれども、はい、まだまだ夏休みですね、そうですね、はい、あと2週間ぐらいですかね、そうですね、2、3週間かな、はい、はい、お子様向けの読書感想文とか自由研究とかに役立つような、うん、本を集めたウェブサイトっていうのを、まあ、公開しておりますので、ぜひまだ宿題が、そうですね、そう、宿題まだの方とか、大変、はい、ぜひ慌ててみてください。本当ですよ、最後の週に慌てるよりね、絶対そろそろ始めた方がいい。そうですよ、本読むのも時間かかりますからね。そう、本当にそう、もう最後にやりゃいいやって、そうはいかないって。はい、まだ間に合いますので、もう家族みんなに迷惑かけるんでね、はい、あれ手伝ってこれ手伝ってってなっちゃうからね、本当にね、はい、ぜひまだの方はちょっとご覧になってみてください。そうですね、はい、で、あと一つですね、はい、まあ、ここでも少しウェブサイトのお話とか記事とかのお話させていただいてるんですけれども、はい、他にも WWF ジャパンでは、はい、メールマガジンとか、うん、あとは SNS ですね、 Twitter、はい、Facebook、うん、あとは、LINE も最近また始めまして、そうですか、活動の情報っていうのをお送りさせていただいております。 LINE は私まだ登録してないですね。そうですか、ぜひぜひ、うん、トップページからご案内下の方に行っていただくとご案内が出ているので、なるほど、はい、ぜひそこから、LINE から、はい、LINE を開いて検索で落とすってできるんですか。はい、はい、できると思います、はい、そしたら WWF、 そうですね、オフィシャル、あと QR コードがそこで表示されるので、ウェブサイトから行っていただくと、そしたらパソコンで見ていただいて、それをスマホか何かで撮っていただいて、そういうこともできますね、はい、登録できるので、はい、ぜひ登録していただければと思います。情報だけではなくて、うん、美しい、私たち WWF らしいというか、美しい動物の写真とか、うん、そうですか、そういったのもぜひ配信させていただいているので、はい、フォローしてみてください。そうですか、はい、はい、わかりました。さてさて、お二人は夏休みってないんですか。夏休みは私は終わっちゃったのか。ちょっと来週、あ、来週、はい、すいません、あ、どちらに、ポツポツ撮ってるんですけども、あ、ポツポツ、どっか行きます。来週ちょっとブータンに、ブータン来た、
ブータン、幸せの国ブータン、はいはい、な何か目的があって行かれます？いや、なんか国自体にちょっと興味ありますよね、ブータン、ね、なんか未知の世界だなと。そうですよね、はい、行ってみたかったんですよね。片道どれぐらいかかるんだろう、めっちゃ遠そうだけど。ですね、直行便はなくて、はい、どっかまあアジアの国を経由していくことになるんですけども、私はバンコク経由で。そうですか、はい、バンコクに行ってからブータンへ行きます。ブータンって気候どうなんですね？気候は割と標高が、まあ、あの高いところが多いので、私が行くところは、うん、もう本当に2000メートルとかそれくらいのところなので、うん、標高が高い分きっと涼しいんじゃないですかね、こっちよりかは。あ、そうなんだ、はい、楽しみですね。楽しみです。いや、ちょっとお土産話を楽しみにしてます、はい、またじゃあ戻ってきたら浅川、ね、はい、さんどうですか、夏休みは。はい、そうですね、今ちょっと締約国会議が忙しいので。そうですね、はい、それどころじゃない、それどころじゃない、今集中したいと思っています。そうですか、はい、ねえ、皆さんどんな夏休みを過ごされているんでしょうかね。私も我が家は夏休みないんですよ。そうなんですか。そうなんですよね、主人がね夏休みを取るような人じゃないのでね、うちには夏休みというものが存在しない。はあって感じですけどね、夏でなくてもね、他の、そうですね、時期にぜひ撮りたいですけどね。ね、今回浅川さん初めてご出演でしたけど、はい、いかがでしたか？はい、非常にワシントン条約っていうちょっと堅苦しい話だったので、ね、はい、ちょっと伝えるのが難しかったんですけれども、はい、まあ、野生動植物、私たちのその取引によって、うん、はい、時には絶滅の危機に追いやってしまうっていうことを少しでも感じていただけたらなというふうに思っています。そうですね、はい、土曜日に東京12チャンネルで、はい、アドマチック天国で、はい、この東久留米が特集されましてね、はい、はい、絶滅危惧種に一応入っている仏土壌ちゃんが出てきました、ね、そんな土壌もずっと生きていかれるような地球でやってほしいなと思います。はい、ね、はい、では最後の曲流れてまいりました。それではまた来週火曜日夕方6時はワンプラネットライフスタイル。